赤ちょうちんの思い出っていうと、そうですね、生まれて、自分が生まれた年にお店が開業され、その当時から下がってたらしいんですが、物心ついた頃には常にそのちょうちんの明かりが灯されてて、そこにいろんなお客さんが集まってたっていう記憶があるんで、もうそうですね、学生の頃もそうなんでしょうけど、お腹空いて帰ってくるとその明かりがもう自分の心も満たしてくれるような、そんな雰囲気のものでした。うちのタレは、ニンニクのパンチの効いたベースのタレになりますが、メインは醤油とニンニク、主にそんなとこなんですけど、ちょっとこれは企業秘密なんであらかじめ言いませんが、もう仙台の親父が57年前に試行錯誤して作ったのを今現在に引き継いで食されてます。当店のこだわりは、少しでもいいものをよりよそより安く、美味しく提供することです。で、うちのタレは本当に他にはあまり少ない。風邪ひいた時、明日の活力にちょっと臭いですけど、ニンニクのパンチの効いた、タレで、食してもらっているようにしています。まあ、最近甘いのとハーフハーフってお客さんも増えてますが、まあ、それは次の日のことを考えてるんでしょうけど、せめて土曜日の日はうちのパンチの効いたニンニクダレで食べてもらえると本当にありがたいと思います。あとはそうですね、肉だけじゃなく、うちは魚屋とか和食屋さんに負けないくらいの、刺身を出してるんで、ぜひそれも所望してもらいたい感じはします。あとは、どんなお客さんっていう方は悪いですけど、一元さん、常連さん、そこは分け隔てなく、誠心誠意本当に来たお客さんを笑顔で美味しかったって帰らせるような、店を目指して頑張ってます。すいません、もうずっと抱えてた。